はい、皆さんもっぺんちょっと聞いてください、はい、今ですね3号機の状況よく3号機の、逆潜水ピットの状況はよくわからないんだけれども、ちょっとずっと私は欲しいんだけど情報来ない。でそこには、人間がかなり行ってるんだけど情報が来ない。ただし横の4号機の逆潜ピットを見に行った人間はもうそこが瓦礫の山だと言ってるんですね。ということは1号機のそこも瓦礫の山の可能性が非常に高いです。だから極端なこと言うと、もうその今行ってる人間で何にも対応できないかもしれないんで、あの人を出してもう、いろんな引き上げですね、物の引き上げだとかそれを一生懸命でとりあえず水を出すという行為にかかる必要があると思います。これ特別にそういうことでチームを編成してかなりの人間で現場に行くことをお願いします。これはこのままですね、現場の情報待ってたら絶対これは後で大変なことになります。ぜひ協力お願いします。じゃあ現場に行く人、線量等まだ残ってる人、現場に行く人募って、あなたこっちにいていいけど連絡がちゃんと現場と取れるようにして、もういっぺん現場に行ってください。現場チームを編成してください。なるべくそういう瓦礫だとかの修理をして、水を出すと、水が出るという状況で来てください。というのはさっき、そこで作業してた人が見てきたっていうのはまだ上に吹き上がって落ちてくる前の状況を見てるんですね。ホースが破れたという話がありましたが、それから逃げられてから多分上に上がったいろんなものが落下している可能性が非常に強いと思います。だそれを考えると悠長に知られないんで時間があるとは思わないでください。大至急やりましょう。